が苦しい筋膜ローラーやります。5000歩のウォーキング、それから祝詞とお祈り、神社のお参り、あとストレッチと筋トレと、それから筋膜ローラーと朝のルーティン終わりました。今日も楽しい一日をお過ごしください。はい、アプリシエイト高梨月でした。じゃあまたね、バイバイ。